じゃあ、ジギでーす。どうも、スニーカー新党と申します。あ、いいよ、シェス。ということでですね、はい、今回の企画はですね、スニーカー新党の先生が事務所にやってきました。あ、どうもどうもどうも。大丈夫ですか？皆さん、僕のこと知ってますかね？知らない人いるんですか？逆に。いやー、どうなんですかね。まだ全然弱敗者なんで。とんでもない、とんでもない。本当にね、ありがとうございます。来ていただいて、わざわざ。こんな暑い中。いやいや、まさかね、GKスタジオに出られると思わなかったんで。いやいや、若干いじってるテンションの言い方ですよ。いやいやいや、いやいや、本当に本当に。人様の YouTube チャンネルにこんなゲストみたいな形で出れるって夢にも思わなかったんで。それで言うと、はい、過去にチャンネルでありますか、はい、他の人ですか、はい、いやだからスニアカさんのにちょっと出るぐらいで、うんうん、全然こんながっつりこんな出させてもらえるなんてこんな立場になれるなんて本当に思いも言わせてマジで。確かにスニアカ男子さんのチャンネルには出られるのはもちろん、はいね、皆さんも知ってると思うんですけども、確かにそうだ、先生ががっつりゲストですみたいな感じで、ないっすよ本当に。はないのか。そうですよ。あ、じゃあ僕初めての。いや本当にね、嬉しい嬉しい、光栄ですよ本当に。まあだからっつってなんかこう企画やりましょうとかじゃなくて、はい、僕のチャンネル意外にくっちゃべる動画、はいはい、そうですね、くっちゃべ動画が、そうそう、この間もクックさんとね、そう、クック君とも ねやりました。その前もスニアカ男子の、ね、渡辺くんはね、はい、なかなかちょっとあれなんですけども、はいはい、今野くん、原口さん、はいはい、あとその前で言うと宗志くんとか、ね、あ、はい、そうですね、うん、なんかそういうのでちょっといろいろと僕もね、はい、常かじらしてもらってだからそれで言うとですよ、宗志、うん、さん、スニアカさん、クックさんできて僕って大丈夫ですか？いや次先生でしょ大丈夫ですか？宗志、スニアカ、クック先生でしょ。いやいや、もっといたでしょ絶対に。いやいやいや、スニーカー新党さんの YouTube チャンネルの方で、はい、僕のここの事務所の方で撮影した部分があるので、はい、まあそこをねチェックしていただけたらなというふうに思います。まあ簡単に告知しましょうか。あ、そうですね、あのスニーカー新党さんの方でもですね、はい、T シャツを今回作るという形になった時に、まあ僕もちょっとあの手伝わせていただくっていう形になり、僕の方の事務所にですね、はい、T シャツのサンプルが納品されたという、はい、タイミングで来ていただいて、 で、ね、はい、で詳細のことを動画で撮らせてほしいって僕先生の方に言われたから、はい、じゃあ僕の方もいいですか、はい、って言って本当にまだこれもね、またノープランくっちゃべ動画でやらせていただくって感じなんですけどもですね、はい、とはいえ先生はどなたですかっていう方もいらっしゃらないわけもないから、はい、ちょっとわからないよっていう方もいらっしゃると思うので、はいはい、まあ、簡単に自己紹介いいですか、はい、あ、そうですね、改めて、はい、改めてスニーカー新党と申しますというわけで、はい、一応スニーカー新党という名義で YouTube やらせてもらってます。もともと僕インスタの方をずっとやってて、うん、そこでちょっと新しいことやりたいなと思って YouTube の方で、僕あの普段税理士やってるんですけど、はい、もう言ってるからいいと思うんですけど、あのスニーカー男子さんがお客さんで、うん、はいはい、その刺激を受けたじゃないですけど、うんうん、もうやってみようかなと思って、まあ、細々とやってるというところで、最近で言うと細々どころの話じゃないでしょいやいやいや細々とやってたんですけどね目立たないように税理士をされてると今ね、はい、先生の方からもおっしゃいましたけども、はい、僕も今年からがっつりお客さんになったという、そうですね、先生のおかげで僕のこれからのね個人事業主としての動きがちゃんとできるということで、それで言うとですね、うちの両親もこの動画見てるんですよ。あ、そうなんですか。あ、お父様、はい、お母様、そうです。この方が私の決して怪しいもんじゃないんで、はい、脱税とかしませんから全然、はい、この方が私の事業の税理を担当される方でございますので、お父さんお母さん、はい、お見知りおきをというような感じでございます。そうですね、はい、でスニーカー新党っていうことで、はいはい、ちょっと待ってくださいね、はい、スニーカー新党さんの、はい、あスニーカー新党バッジね僕持ってるんでね。そうですね、立派な党員だと。いいんですよね、はい、僕が認められてる。あ、全然認め、ぜひ、ね、はい、先生と初めてか2回目ぐらいお会いした時に、はい、あの、はい、いただいたっていうことなんで、はい、そんな簡単に入れるんだと、はい、そうですね、党にそれ持ってた人はもう全然党員なんで。あ、党員ですか、はい、あ、そうですか。ちなみに、はいはいはい、これの新しいカラーリングが8月に出ますんで、えまあここで宣伝するのもどうかなと思って。これをね、販売するんですか。あ、出ます、はい、販売します、はい、なのでぜひそちらもよろしくお願いします、はい、チェックしてくださいって感じでございます、ね、ずーずーしくてすいませんよ、うん、ええー、どん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 、はい、T シャツね、の話まだ戻りますけど、はいはいはい、今回も僕の方ちょっと携わらせていただくってことで、はい、僕が結局アパレルの事業やってるもんだから、はいはい、それ用としての事務所っていうのもこうあるので、はいはいはい、住所だったりとかそういったものってご自身でやられてるチャンネルだからこそ住所がバレてしまう、はいはい、だから全部全部僕の方で任せていただくっていう形になりますので、はいはいはい、がっつり僕もスニーカー新党 T 携わらせていただいてる形でございますね。だから GK さん、うん、僕お客さんでもあり、逆に GK さんは僕がお客さんでもあるっていう持ちつ持たれつみたいな感じなんで、うん、ですね、はい、ぜひね T シャツチェックしてみてください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします感じでございますけれどもですね、はい、まあさっきトークの中でも出てきましたけども、はいはい、あの話は触れていいものですか。あの話はそうですね、まあもう終わった話なんで、あ、そういうノリでいけます、はい、大丈夫ですか。あ、もう全然大丈夫です、はい
大丈夫です、もう大丈夫なんですね。むしろなんかあんなにね、美味しい話を話さないのってないだろうって、まあ言うんで、まあ僕もそれで言うとね、はい、1ヶ月以上、2ヶ月ぐらい前の話になっちゃいますから、はいはいはい、まあ掘り返すみたいな感じになっちゃいます、はいはいはい、それで言うと僕のチャンネルの方でもですね、はいはい、ちょっとやりましたよ、はい、スニーカーニュース企画みたいなそうですよ、あれは結局、はい、詳細を聞いても、はい、でも皆さん知ってるからな、はい、ケンジさん、はいはいはい、もうなんか取り上げてくれたんですけど、はいはい、なんか多分全体像までは多分分かってないんだろうな。なるほど、まあ簡単に言うと、はい、いいですか僕の方で。あ、簡単に、はい、言ってさ、なんかね、名前出すなって言ってたんで、もちろん、はいはい、僕もなんか矛先向けられないスニーカー新藤さんと、はい、まあとある方と撮影許可の話になったっていうことですよね、はいはいはい、そうですね、公共施設だったりとか、はい、そういったところの撮影の許可っていうところがどうなんだというところで、はいはい、いろいろと揉めたっていう話が、はいはい、まあありまして、先生の方での、はい、まあ、見解だったりとか、はい、まあ、そういうのがわっとなったりとかして、はい、今はだいぶ落ち着いたと思うんですけども、はい、その時はなかなかちょっとホットな話題になってたんですけども そのホットな話題もですね、かき消すかのようなホットな話題が出てきたりとかしてましたんである意味助かりました結果的に火は大きい火で消されたような感じでございましたけども、僕ね、アウトレットの動画ってチャンネルでやったことないんですよ。ない。あ、そうですよね、うん、やりたいなと思ってるんですよ、うん、あ、はいはい、実際どうなんですか。実際のところ、うん、アウトレット自体は撮影 OK してるかどうかっていうと、うん、基本的には NG だと思うんです、はいはいはい、で僕調べたのはあくまで越谷のアウトレットなんで、はい、越谷のアウトレットさん問い合わせしたところ、うん、基本的にあの敷地内は撮ってはいけないと。なるほど。もっと言うと、じゃあ店舗内、まあいろいろありますよね、うん、リーボックさんとかナイキさんとかありますけど、はいはいはい、あそこっていうのはその店舗のお店側に確認すればいいのかって言ったら、それもダメなんですって。店舗がいくらリーボックが OK って言っても、あの、なるほど、それは施設管理権っていうのがあって、ほほほほ、施設を管理してる人が問題を起こさないようにするっていうのを義務を負ってるので、なるほど、で誰が管理してるんだっていうと、越谷アウトレットはイオンモール株式会社なんですよ。その施設管理権を持っているイオンモールがダメって言うのはダメなんですよ。なるほど。いくら店舗さんが OK 出しても絶対はダメだとはいえ、うん、皆さん取ってらっしゃるじゃないですか、うん、でまあ越谷に限ってじゃないですけど、それは、うん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 、だからもしかしたら他ね、三井とか、はいはいはい、ああいうところは問い合わせとは違うかもしれない、うん、こと今回の先生がちょっとまあ調べたっていうか、はいはい、問い合わせました、はいはいはい、越谷アウトレットさんはそうだということですもんね、はいはい、僕もやりたいなと思ってて、はい、絶対伸びるじゃないですか、はい、そうですね、それも分かってることなんで、はい、ただタイミングともろもろっていうのが合わなかったからやらなかったんですけど、うんうん、でもこうなった以上というか、うん、こういうふうにちゃんとね、撮影許可必要だよねっていうのを、ね、いやだからね、どう、まあ、正直そこはもう個人の判断でみんなやってるとは思うんですけど、まあそうですよね、うん、だって例えば渋谷駅の前の、はい、交番前とか、はいはい、とかも、はい、ある種渋谷区のものじゃないですか、うん、そうだ、あれは公共の場だから OK だっていうのもあるんですけど、もうそうそう、でもじゃあ、ね、本当にそれでいいのかって話もそうなっちゃう、確かにおっしゃる通り、そこら辺の、うん、マジで線引きっていうのは、はい、うん、それぞれのチャンネル次第っていうのはありますし、だから僕も見たんですよ、先生のね、チャンネルだったかで自由やんけみたいなコメントもあれば、いやちゃんとルール守ってやるのがいいことだよとかっていう、なんか本当に賛否みたいなのが出たりもしましたけど、ただでもちょっと一個なんやかんや今ね2ヶ月後ぐらい経って、まあほとぼりも冷めてる中ちょっと掘り返しましたけども、クック君とのアウトレット動画ずりーなと思いました。あれはずるい。そう。いや、あれはずるいっすよ、先生。アウトレットで、うん、じゃあ誰と撮るかって時にすぐ浮かんだのが俺、クックさんだったんですよ。いや、これね、ちょっと裏話させてもらうと、はい、僕、最近ちょっとまたやれてないんですけど、ちょっとまた忙しかったりとかして、はい、できてないんですけども、はい、週に1回ぐらい、縦動画で YouTube ライブやってたりして、タイミングがあったんですよ、はいはいはい、そしたら先生が見てくださってて、うん、コメントかなんかで僕見つけて、あ、先生いらっしゃるんだと思って、はいはい、したらちょうどその時やったんですよ、渦中のタイミングだったりもしたんですけど、その時に僕が、はい、いや先生このタイミングでアウトレットでしょ、はい、みたいな、はい、行きましょうよなんて言ったら、はい、先生がちょっと含んだ感じで、はい、いや実はみたいなとある方ともう撮影するのを決定したのかな、はい、決定しました、決定してるんですよみたいなことになって、はい、わなんだ畜生みたいな、先越されたわみたいな感じの下りもあったりとかしたんですけど、それがクックくんだったと。そう。いやー美味しい企画だったっす、あれ。いやいいですね。そう、絶対クックさんだなと思って。うん、その僕揉めた方は、はい、いろんなスニーカー YouTuber でアウトレット動画撮ってる人にコメントでいろいろ書いてたんですよ。あ、
そうなんですか。そう、今日が撮ってますから、はいはいはい、なぜかクックさんには書いてなかったあんだけ言ってんのにあ、そうなんだっていうので被害者って言われてあれですけど、うんうん、被害者じゃないんだってこと、うん、ある程度撮ってる人っていうのでこれはクックさんと行って話したいなと、はいはい、あなるほど思って、うん、そうそう行ったんですよ。そうなんだ、うん、いやだから僕は僕でですよ、はい、すぐ思い浮かんだですもん、はい、わこのタイミングで先生とアドレって言ったらもうっていうふうに思ってそうっすよね。でもそうだと思います、はい、で直接な連絡をする前にライブ配信してたら先生が来られたから、はいはい、そのライブ上で話して、うんはい、でも実はもうそういうの決まってるんですって話になって縮小ってなったんですけど、でも近々行きましょうよ、はい、行きましょう、そう、うん、行きましょう、行きましょう、アウトレット僕 そうそれで言うと、うん、マジでアウトレット知識がないっていうか、はいはい、越谷とか、はい、南大沢とか、はい、御殿場とか、はい、そういうのも出てくるんですけど、はい、僕地理ちょっと弱い方なんで、はい、どこに何があるか分かんないとかあったりとか、ね、まあもちろんそれで言うと、はい、僕も燃えたくないんでその動画もし実現した場合は、はい、完全カットですよ、はい、ただただ運転する時のトークは撮りますけど、はいはい、そうですね、何買いましたぐらいはあれですよね。でバッツー切って、はい、もう夜になって、はいはい、例えば分かんないですけど、はい、ここで、はい、これ買いました、ね、あそうですね、はい、それが一番無難というか、そうそうそう、なんかそういうのやりたいななんて、 そうそうそう、それを見てなのか分かんないですけど、はい、朝岡修さんが、はい、ちょっとごめんなさいね、朝岡修さん僕あんま面識ないんですけど、はい、動画うまいなと思ったのは、はい、ちょっとそういう風にアウトレットどうなのか問題が、はい、わーってなった時に、はい、アウトレットの動画を行かれてって、はい、ちゃんと動画をそこちゃんと撮ったか分かんないですけど、はい、そこカットしてその商品これがあって、はい、これは定価がこれだけど、はいはいはい、セール価格というか、はい、アウトレット価格がこのぐらいでしたっていうのをアフレコで言ってるって、はい、あれはすごいと思いましたねなるほどね、うん、すごい、やっぱさすが朝岡さんの編集力の賜物だというふうに 思いましたけども、でもさすがに僕はあれ多分編集するの超時間かかると思うんで、あだと思います、僕はやりません、はい、やったとしてもはいみたいないやでも結局みんな見たいのはアウトレットの中でどういうのがあるから絶対に、マジでそうなの、絶対そうなんですよ、うん、でましては今本当にいろんなもあるからアウトレット、だから、まあ、僕、まあ、あれ以降出してないですけど出しちゃうかなと思う、ないよね、おお、ただ、まあ、それもしそのナイキさんから怒られたらやめますよ、はいはいはい、はい、っていう感じでやる、まあでもだそのどうなんだろうな、僕は蚊帳の外だったんで、はい、楽しませていただいた部分ありましたけどもうある種本当にエンターテインメントとして見ました、はい、まあそうっすよね、まあ、もう解決したんで僕は、ね、まあ、よかったなと。どうなんですか今こう独立してやられてて、うん、はいはいはい、やっぱり会社に属してたところからこうやって一人でやってるっていうので、うん、はい、不安とかなかったんですか、ああ、逆に聞いていただければ、はいはい、不安で言うと、はい、ありますし、うん、今もなお あ, あと、はい、予想以上に金飛ぶなっていう、あ結局でもそうですよ、ね、T シャツとかを最近、はい、僕もこれねちょうどタイミング着てますけど、はいはい、これをまあ近々出す予定なんですよ、はい、もう一色ちょっと新色として追加した上で、はい、ウェブで販売しようと思ってるんですけど、はいはい、それ以前に、はい、例えば事務所の維持費とか、はい、まあ、事務所のに必要な備品とか、はいはい、えぐいぐらいかかっちゃって、うん、その制作費がちょっと一瞬枯渇したんですよなるほど、いやびっくりして、はい、こんな減るみたいな、うん、例えば税金とか、はい、会社属してたら基本的には、うん、はい、住民税とか年金とか、はい、まあ、いろいろ社会保険なんやらって全部引かれて天引きされた上でもらえるから、それでやりくりしろって感じですか、はい、うん、でそれで言うと僕のまあ収入とかもドカッて入ってきた時に、はい、あ、じゃあ今回結構多かったから、はい、例えばちょっと大きいそれこそテレビとかね、はいはい、そういうのも、はい、まあ、後々その事務所で動画として使いたいなと思ってるから、はい、その経費にさせてもらうんですけど、はい、経費させてもらうで、まあ、そういうのもあった上でやるんですけど、はい、意外に例えばその税金関係だったりとか、はい、あ、こんな引かれるんだみたいな改めて感じる部分があるとか、はい、だからそういうのも含めると、うん、結構やっぱシビアだなみたいな、はい、ようやくそれこそいろんな機材もそう含めて、うん、その環境も含めて、はい、まあ、まだ全然散らかってるんですけど、うん、ようやくちょっと落ち着いてきてるっていう段階の上でやっとアパレルに着手できると、はい、まあ、そんな中でもその先生のものだったりとか、はい、もうちょっとお手伝いさせてもらうっていうのも、うん、まあ、それなりにあったりもしましたんで、うん、そういった意味では、うん、まあ、アパレルのこと携わってないわけではなかったんですけど、はい、自分のことってなった時に全然後回しになっちゃって、はい、でめちゃくちゃコメントでも言われるんですよね、はい、その新作待ってますとか、あ、はいはい、春夏何出るんですか、はい、ごめんと思いながら、ごめんよと思いながらって感じで、なるほど、でもね、うん、あれだと個人事務所でやるっていう時に、はいはい、そのやりますっていう時に話いただいたじゃないですか、はい、絶対その方がいいんですよ、これはもし個人事務所これからやろうって方は、ね、はい、聞いてほしいんですけど、はい、耳かっぽじて、あの始めましたで相談に来るとその時にはもう遅いっていうこともいろいろあるんですよ、じゃあ事後報告じゃなくて、じゃなくて、そう、これからやりたいんですっていうタイミングで税理士さんに相談した方がいいです、いや、いいことです、いいこと聞きました、じゃないとできないこと、できることっていろいろあるんですけど、はいはいはい、手遅れのこともあるので、
へえ、例えば、はい、なんか難しいですかその話。いや難しくないです、うん、例えば青色申告の承認申請とかっていうのも始めてもうだいぶ時間経っちゃってるともう間に合わないとかあるんで、その年はなのでぜひねちょっとなんかやりたい方っていうのは、うん、僕じゃなくてもいいですけどね事前に相談するっていうのが一番いいと思います、はい、なるほど。だそういう意味じゃ本当にいいタイミングでなんかこれもね先生との慣れ初めみたいなね慣れ初め慣れ初めあ、はいはいはい、はい、で行くと、ありがたいことに本当にスニーカー男子の今野くんが繋げてくれた縁なんですけど、うん、そもそも知ってたんですよ、うんはい、僕スニーカー進藤さんも知ってたし動画何度か拝見させていただいてたという時に、はい、僕も忘れもしないアディダスコンです、うん、あ、そうそうそうアディダスコンの時に今野くん多分一緒に行動されてたんですよね、はいはい、で僕が今野くん見つけたら、はい、先生もいらっしゃって、はい、で先生がその時にサクッと動画、はい、ね、はい、そこで初めましての時にもうカメラ回ってたっていう、はい状況だったりしたんですけどもそこでスニーカー男子側の方の税理士として担当されてるっていうのも聞いてたんで、はいはい、ワンチャンこれと思ってもしそうなった場合ご連絡してもいいですか、はいはい、っていう話からお付き合いをスタートしてるんですけど、はいはいはい、その時もね先生おっしゃってたんですよ、はい、いわゆるもし本当に始めるんだったら、はい、もう事前に言ってくださいっていう話だったから、はいはいはい、それを聞いててよかったなと思いましたし、うん、じゃあもう一個じゃあ聞いていいですか、はい、その税理士的な感じでいくと、はいはい、例えばですよ、はい、フリマアプリとか、はい、まあ僕らで言うとやっぱスニーカーなんで、はい、いらないスニーカーとかを売ったりするじゃないですか、はいはい、二次流通の方のお店の方に売るとか、はいはい、フリマアプリで売るとか、はい、めちゃめちゃあると思うんですけど、はい、例えばそれが100万とか、はい、もうなった場合って、はい、あれどうなんですかあれ基本は申告するでしょうねあ申告しなきゃダメダメでしょうね100万とかで高額になったらああそうなんだ基本は例えば皆さん、まあ、サラリーマンの方多いと思うんで、はいはいはいまあ、サラリーマンで年末調整をされてる方であれば、はい、例えば副業で稼ぎました、はい、その所得が20万以下だったら確定申告しなくていいんですよ20万以下で年間で例えばフリマアプリで、はいまあ、靴じゃないにしても何か売って所得を得ました、はいはい、それ20万以下だったら申告しやすい以下か未満かちょっといくか未満かしらありますけど、まあ、20万はい、はいちょっとね、言葉のあやですからね日本語難しいことですけども、はいはい、でも20万を超えたら原則やんなきゃいけない、はい、やんなきゃ年末調整してる人でも20万円超えたらしなきゃいけないしてない人はもちろん確定申告しなきゃいけないああそうなんですね個人事業じゃないですか、はい、しなきゃいけないなんとかただこれね難しいとこがあって見解が、はい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 、生活用の資産で不要品を売った場合っていうのは別にいいんじゃないかっていうのも考えも一つあるので、うん、はあはあなるほどここはね何ともですスニーカーじゃあね生活用品じゃないですかまあ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 でも履いてないとかねあなるとそもそもそれってっていうの話もあるので、はい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 、そこはぜひ近くの税理士さんにご相談くださいっていう話ですそうなんですね、はい、いやそれちょっと思ってたんですよ、はい、結局なんか買いくぐれるっちゃ買いくぐれるのかなとか思ってするんですけど、はいで, すね、でも結局フリマアプリとかでやるとフリマアプリ内で一旦お金がクールされるじゃないですか、はい、僕の方で引き出したいっていう時には確実に、まあ、足つくって言ったらすごいなんか、はいまあ、ブラックな言い方になっちゃうんですけど、はいまあ、通帳の方にはそういう風な金額が乗ったりしますから、はいはいまあ、もしそこでつつかれるようなことがあって、はい、確定申告しなければ、はい、完全にこっちのパターン、はい、ここまでいかないですけどここまでいかないですね極端な話ですけどねそうですこれはそうですけど、はい、そういう風なちょっと法に触れてしまう可能性があるレベルだとだから皆さんも多分ね見てる方もしかしたら転売をしている、ねまあ、僕ね正直転売に関しては別に否定派じゃないんですよ、はい、もうそれで言うと、うん、ことスニーカーでいくと、はい、僕らってやっぱスニーカー好きだからこそ、はい、転売反対みたいなスニーカー転売するんじゃねえってなると思うんですけど、はい、例えばこれとかですよ、はい、まさに僕のねチャンネルとかでもいつもあるチーカワ、はい、チーカワって今めちゃくちゃ人気じゃないですか、はい、でいろいろ買っててプレミアついてるの中にあるんですよ、はい、これ、はい、3000円で売ってて、はい、5万円で売れるとするじゃないですか例えば、はい、あんまチーカー興味ないですよねあんま引き受けないですねじゃないですか、はい、でこれあげますよって言って、はいはい、で、はい、これ5万円で売れるっていうのを外から聞いたら売るくないですか、はいはいそうですねでしょそれなんですよなんか結局スニーカーっていうところだけ見てるからでみんな僕のチャンネル見てる人たちも含めてみんなスニーカーが好きだから転売悪だって言ってるんですけどその悪だって言ってる人も転売してる可能性あるんですよチケットもらったけどえこれ私スケジュール的にとかそもそも興味ないなって言っててえちょえこれ私本当欲しかったんですともう抽選でかあの当たんなくてでめちゃくちゃいい席じゃないですかみたいな1万円でえそもそも定価8000円だけど、うん、1万円あじゃあ、うん、いいよじゃあ1万円でって、はい、その転売じゃないですか、はい、そうですねだから僕、はい、転売って、はい、なんかめっちゃ悪っていう人もいるんですけど、はい、いやもちろん気悪いっすよ、はい、僕が欲しいものは買われて、はいはいうんそのままどっかのところに売られて高く買わなきゃいけないっていうそのムーブ自体は気悪いし腹立つんですけどでも自分もやってる可能性あるなっていうのに気づいた時があって
だからあんまり転売に対して悪いとは思ってない、うん、ただその落とし穴っていうのがやっぱあって、うん、その結局自分自身の本業じゃなくて副業的なノリでそういうのをやってて生活をちょっと潤うような動きをしてた時にもしかしたら20万を超える金額の所得をもらってた場合は結局イリーガルなことになりかねないっていうのは難しいところだなっていうところはそうですね、ありますと。サラリーマン方だとそう年末調整してたら、うん、20万いかったら OK だけど、うん、20万超えてたら確定申告なんで。でも基本的には年末調整って ほぼほぼの会社やられますよね。基本はそうサラリーマン方はやってると思います。ですよね。そうなので LINE は20万円。その年末調整っていうのは結局会社の所得ですもんね。はい、会社で労働したそう会社が代わりに確定申告してるっていうイメージですね。っていうイメージですよね。はい、でもそれって転売だったりとか、はい、フリマでなんかこう、はい、売ったりとかしてるものは、はい、会社の方で何もしないことだから、はいはいはいそうですね、ここの部分の20万円以上のものだったら、はい、確定申告を別でしなきゃいけないよって話ですよ ね、はい、勉強になりますね、本当にね。そうですね、ヒヤヒヤしてる人もいないですね。いるでしょうね、本当に。確定申告ちなみに何月でしたっけ。令和6年の申告は令和7年の2月16日から3月15日の間にしなきゃいけない、はい、なるほど。じゃあ僕もそれでまとめて提出するという形になります、はい、お父さんお母さんちゃんとやりますか。はい、しっかり見ますんで、はいはい、脱税はしませんから決して怪しいものじゃない。2回目っていうことで。転売で言うとですよ、うん、まあ、このスニーカーブームで付随して盛り上がったのが2つあると思ってて、お、聞きたい、何ですか。1つはスニーカー YouTuber、うん、あー、なるほど。で、もう1つは二次流通だと思うんですよ。間違いない。そうなので二次流通ありましたよ、メルカリとかって、ね、はい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 、ただスニーカーに特化したもの、まあ、昔はモノ株とかありましたけど、ありましたね、まあ、キャリーミーだったり、うん、スニーダンっていうのができて、うん、まあ、そういった商売ができたってことは、まあ、転売かもしれないです、あれもね。ただまあね、一つ商売というか、確かに、まあ、雇用も生まれたでしょうし、うん、そういう意味ではいいことなのかなと。うん、まあ見方のその角度によってっていう話でありますけど、でも確かにそういうふうに二次流通側って転売っていうものをちゃんと会社でやってますっていう感覚なんです。正直、そうそう、確かに、そう、正直でも、まあ、僕もね、もちろん買う時もありますし、全然なんなら買ってますし、あのスプリームの DN とか僕スニーカーで買ってますしね。それでもあったりとかするんで、スニーカーが悪だとかっていう話じゃないんですけど、でもそれをやっぱ僕はアトモスで働いてたんで、正直やっぱりあんまりこういいようには思ってない部分も少なからずある。ちょっと矛盾してますよ、正直。自分も利用してますけど、だから僕の意見としては、やっぱり前もね、過去にちょっと動画で少し触れた部分あるんですけど、例えばスニーカー YouTuber もそうですし、まあ、他の有名 YouTuber でスニーカー好きな人たちもいるじゃないですか。その人たちが二次流通でそもそも買うっていうこと自体はやめてほしいんですよ。ああ、はい。僕なんかで見たか聞いたかで、ちょっとこれまずい傾向だなって思ったのが、例えば有名な YouTuber、スニーカー YouTuber じゃなくて、何百万人いるっていう YouTuber の人たちが、スニーカー買いに行こうって言って、スニダン行くんですよ。はい、ああ、はい、行きますね。あれはダメ。ああ、なるほどね。あれはダメです。確かにね。ダメって言っちゃうって、はい、ごめんなさい。言い方ちょっとね、あれですけど、はい、なんでじゃあダメっていう言い方になるか。結局、一次流通で買うっていうことをしないければ、盛り上がらないというか、まあ、今先生がおっしゃったということでは、はいはい、二次流通が出たことによって盛り上がる。それももちろんわかるんですよ。ただ、一次流通が盛り上がってから二次流通盛り上がってもらわないと、正直、ちょっと、なんかこの流れ自体が破綻してるっていうか、思うんですよ。確かにそうですね。そういう意味じゃ、確かに。いわゆるナイキさんとは氷ありきの二次流通ってことね。そうなんです。あくまでさっきも言ったけど、副産物だって、二次流通とかね。そう、そこができたっていうのは、確かに消防車、いいことなんでしょうけど、元々の根本っていうのが確かに、そうなんですよ。で、その有名な YouTuber さんがスニダンで買いました、うん、まあいろいろなその二次流通、ごめんなさいね、うん、2つの会社の名前出しちゃって申し訳ないんですけども、そこのお店で買いましたってなったらどうなると思います。ファンの方々がアトモスとか ABC マートアンディフィレットシカとしてスニダン行くんですよ、うん、あ、はい、まあ、スニダン側からしたらあざーすって感じだと思います。 そうですね、それもちゃんとしたビジネスですから、そこは僕がとやかく言う権利もないし、立場でも何でもないんですけども、ただその流れはもう本当にナイキ、アディダス、その他主要スニーカーメーカーさんとしてはちょっと苦しいよねっていう、うん、確かにそうですね。その辺の大物の人たちって確かにスニダン行きますね、言われて。なんでかっていうと、やっぱりスニーカーじゃないんですよ、スニーカーにある奥のその価値を買ってんですよ、はいはいはい、これを履いてたらイケてるっていう話じゃなくて、このレアな靴を履いてるっていうことに意味を見出してるから良くないんですよ。なるほど、確かに。まあありえない話かもしれないですけど、例えば僕がね、YouTube をこれからこうどんどん頑張ってって何十万人とか何百万人もし行ったとしたら、僕はそのやり方しない、まあ
買ったとしても、はい、サクッとあスニーカーで買ってきました、これめっちゃ欲しかったんですよ、はい、やると思います、はい、ただ僕がやるんだったら、はい、絶対にアトモスに行って、はい、何でもない靴買うんです、はい、でこの靴マジかっこよくないですかって言って、はい、その靴を完売させるっていう喜びの方が、はい、僕勝つと思うんですよ、はい、でごめんなさいちょっとタラレバの話すぎてあれなんですけど、はい、そういった YouTuber の人たちって、はい、その価値を買ってるから、はい、そのレアっていう価値を買ってるから、はい、そのうわいいな、うん、何々さん何々くんこの靴履いてるのやばみたいなのもあって、レア中の人たちも、うん、うわこいつこの靴履いてるのやばとかっていうのもあったりとか、ちょっとしたこう目に触れるわけじゃないですか、その気持ちよさもわかるんですよ、うん、でも僕からしたらそのレアなものを買って普通に足元に置いてる自分もいいかもしれないけど、マジで何でもない靴を取り上げてそれをどこの店でも枯れたっていう風なムーブの方が気持ちいいと思うんですよね僕は。わかんないです。もしかしたら、まあ、案件的な感じで、ぜひちょっと、うちの方でっていう風なアプローチをしてるかもしれない。そうですね。そこも何とも言えないですけど、まあ、もちろんね、二次流通側の方もビジネスですから、ちゃんとこう目に触れる、メディアに出るっていうことに対しては、もちろん、プラスなことですから、まあ、どういう風な感じなのかちょっとわかんない部分ありますけどっていうところですね。先生と話すと、こういう風な、なんかちょっとこう、何ですか、その、税理士さんですけど、なんかやっぱりこう、ちょっと法に触れるか否かとか、なんか、そっちの話になってますね。そうですね。それこそやっぱもう台本なしっていうあれですけども。でもそのね、確かにそう夢 YouTuber さんってスニダン行くなっていうのは確かに。思うんですよね。言われてみたら確かにそうなんですよ。だからスニダンさんとかがやっぱこうアプローチかけて、プロモーション含みますっていう範疇外ぐらいのレベルのアプローチをしてっていうような感じなのか、ちょっとわかんないですけど。もしかしたら案件なのかもしれないしっていう感じですけど、まあもう一個思うのは、スニダンさんちょっと聞いてください、本当に巻き込むわけですか、スニダンさん言わせてもらいますけどね、原宿店エアマックス少なすぎでしょあーなるほど、確かにね、ジョーダン1とかねそうダンクとかあるけど、最近はね、DN とか、例えばティエンポもこの間ね、はい、あのタフリー君がなんかインスタのディールかなんかでね、お任せくださいみたいな感じでやってましたし、あれでしたけど、最近ね、原宿行けてないんで、今のお店のラインナップわかんないですけど、行くたんびに本当に申し訳ない程度に9号のイエローグラであるみたいなそのぐらいっていう、あ確かにエアマックスはないかもしれない、だからちょっと歯に気抜きせぬ言い方しますけど、正直店舗行っても、タフリー君とかがいたらめっちゃ、おー久々元気みたいな感じで言いますけど、ラインナップ正直あんまりピンときてないんですよ、そのジョーダン1とか、ジョーダンスケートとか、レアなもの好きだったらもう圧巻爽快って感じですけど、僕からしたら、いやこんぐらいしかないかな、見るもんねえなってなっちゃってるっていうのは正直ありますね、店舗は多分そういうレアなものとかがメインで多分置いてあるんですよね、そりゃそうですよ、だってそこで売れた方がいいじゃないですか、僕もスニダンさん使いますよ、使いますよ、でも僕基本あのプレネでいわゆる買わないんですよ、うん、安くなってるものを狙っていくみたいな感じなんで、うん、だからダンクの安いやつとか今、はいはい、SB ダンクでも6000とか7000とか買えるやつあるんですよ、スニダンさんで、スニダンさんで、すごい、そういうのなんかこう狙って買うんで、だから実際僕店舗行っても、まあ、高いしかないから、まあ、あんまり正直あーへーっていう感じになっちゃうんですよね、なるほどなるほど、ちょっと雲の上の存在的な、そうあーなるほど、だから原宿行って見る人はそういうのを狙っていくんでしょう、いやだと思いますし、うん、まあなんかそれこそさっきの有名 YouTuber さんの話またになっちゃいますけど、うん、何々くんが履いてたこれとかっていうのもあるらしいですよ、なんか聞くところによると、だからなんか変な動きになってるなっていうのはちょこっと感じつつもあり、一次流通ありきの二次流通なんで、そうですね、ここが盛り上がってるってことは、まあ、こっちも本来盛り上がるべき、そうなんです、だと思うんで、だから僕はいろいろなものを買っていくっていうところに重きを置きたいんですよ、その何ていうんですか、はい、そのレアなものはもちろん買えますよ、はい、もちろん、はい、そんなこと言ってますけど、それこそじゃあ、うん、トラビスのマックス系のものが出たら、はい、もちろん狙いますし、はい、本当に欲しかったとしたら、それこそスニーカーさん、ね、うん、でお世話になるかもしれないしっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱりでもやっぱ一次流通が盛り上がるっていうことにやっぱ皆さんもう少し注目してもらわないとダメかなっていうのはありますね、だっているらしいですよ、やっぱりその手っ取り早いやんと、もう正直例えばまあ僕らは東京だって近郊在住でやってますから近くにアトモスがいて抽選できるってなってますけど、じゃあ地方の方々ちょっと東京になかなか来れないとかってアトモス近くにないっていう方からしたら、例えば本当に欲しいから新幹線乗って来て、あー、はいはい、でまだ戻ってきてたんですね、結局そこで3万ぐらいになる、はい、だったらもうそうスニダンさんで2万5000プラスだったら5000結果浮くなとか、はい、なんかそういうのもあったりするらしいんで、そう考えたら、まあまあまあそういう風な購入する動機は間違ってないしっていう、だからちょっと難しい部分はありますよねっていう感じで。
ちなみに先生は最近何買いました、はい、まあ動画ちょうど今日は上がってると思うんですけど、ほうこの撮影日に、ギャルソンポジットワン、うん、わ黒いやつ、黒いやつ、えあれを買いました。あれえごめんなさい、ちょっとポジットワンもずっとノーマークなんですけど、はい、あれいくらですか、あれ5万5千でした。え奥さんこれ大丈夫だと思います、はい、大丈夫だと思いますね、はい、それいつ発売ですか。先週かな、先週ぐらいで、今ね少し話出ましたけど、はいはい、結構、でも何やかんやお持ちじゃないですか、はい、スニーカー、はいはい、でご家族いらっしゃるじゃないですか、はい、ご家族はどう思われてるんですか、はい、いやーだからもう今本当にね毎回数減らせと、ああそうですよ、結構言われてるんで、今倉庫借りてるんですよ。はいはいはい、レンタルスペースみたいな、そうそう、うん、それも嫁が借りてきて、うん、こっちに移動させろと部屋開けろとそうスニーカー時代強制退去だと、そう退去させてんだけどどんどん増えていくからどうなってんだっつって、あなるほど、ぶち切られて1回、ある日家帰ったら、うん、僕の部屋があるんですけど、うん、スニーカー本当に端から端まで置いたんですけど、はい、ないんですよ。怖えって思ってきたら、もう嫁の部屋のクローゼットがあるんですけど、うん、そこに、うん、もうすごい乱雑にドカドカでしまらせて、うわやめてくれと、やばダンクの箱とかもう半分潰れてるじゃん、おーやばいっていうのがあって、まあ、ちょっと反省して、うん、まあ、ちょっとフリマでもいいんで、まあ、中古のものをちょっと売ろうかなとは今考えてます、はいはい、なるほど、うん、今現時点で何足ぐらい所有されてるんですか、はいはい、多分200半ばぐらいじゃないですかね。いや僕とほぼ変わらないですねあまあ、多分数えてないですけど、僕は独り身ですから、はいはい、まあ、何か誰かにとやかく言われるってことないですけど、はいはい、やっぱご家族いらっしゃるとまた話変わってきますもんね。だからもう僕も正直把握しきれないんで嫁に黙って売られてても分かんないですあこれはちょっと奥さん見ない方がいいですね。でもそうか、でもそうなんで、僕は本当にね、今のところも全くそういう風な予定もないので、でもそういう風な人もいらっしゃるでしょうね、視聴者の方でもね。だから再退社の方は苦労されてると思いますね。ちょっと再退社の方はもしね、そういう風なスニーカー苦悩というかね、ご家族に関するスニーカー苦悩があったらぜひコメントなどいただけたらなというふうに思いますけども。そうですね。そうなんだ。でちなみにじゃあその減らすっておっしゃってますけど、じゃどのぐらい減らしたら奥様は言われないだろうなっていう。いやどうなんですかね、とりあえず今家にあるものを全部減らせば多分倉庫に収まってるんだったら多分いけると思います、ね、倉庫は大体何足ぐらい入ってるんですか。倉庫はでもそんな入ってないですね、多分 4,50 なんですよ。おーじゃあ残りじゃあ4分の3を減らさなきゃいけないっていう。そうで本当はもっと入るんですけど、はいはいはい、なんか倉庫ちょっと離れてるんですよ家から。あーでなんか手元から離れるのが嫌で、わかる、あんまり収められないですよね、はいはいはい、それも言われるんですよ、なんで借りてんのに持ったのに持ってかないんだって。いやちょっと手元から眺めたいんだと、そうなくなるのが嫌だっていう。そうだよな、その気持ちめっちゃわかりますわ。だし倉庫に運んだやつが、うん、それこそアトモさんの奴隷になったら取り行かなきゃいけないから、やっぱ結構こう車だったりとか、そう車で行かなきゃいけないですよ。あそうなんだ、あのちゃんと野ざらしじゃなくて、はいはい、空調効いたちゃんと、あちゃんとしたちゃんとしたとこなんで、ちょっとお金かけてる、お金かけてるさすがにそこは嫁も考慮してくれて、あ優しい奥様ですね。そうそう、熱すぎると、まあ、痛むっていうのは何となくわかる。なるほどなるほど。 GK さんというとアトモスで働いてらっしゃる、はい、まだイメージありますか。イメージありますそうそう。で僕あのヨッピさん大好きなんで、あヨッピ推し、そうそうあのヨッピ推し、もう一緒に働かれてたじゃないですか、うんうんうん、どうなんですか、どうなんですかって言うんですけど、何ですかどうなんですかえどうなんですかって言うの。ヨッピさんは最初だから表参道で働いてたんですよね、おそらく。あおもさんじゃない、あのヨッピちゃん、原宿だ、ヨッピちゃん、そうそうっすよ、ね、原宿で、そうそうそう、うん、でそっから多分広報に行ったのかな。そうですそうです、そうですよね。でそこで YouTube を一緒にやられて、はいですよね、はい、きっとね。うん、まあでもそうですね、はいはいはい、僕はそのアトモス TV の情報でしかないんで、ヨッピちゃんで行くと、はい、ね、ごめんね、いきなりね、フリートークなんで、はい、ごめんなさい、はい、ヨッピちゃんは僕が、はい、まあ、辞める2、3ヶ月前だったか半年前ぐらいかな、あいや半年も前ではないな、はい、まあでもそんな僕、はい、PR っていう、はい、そのチームの中で被ったのって意外に少ないんですよ。あそうなんですね。期間としては短いというか、そうでも、はい、そもそも今やってるかわかんないですけど、はい、オフィシャルスタッフっていうのがいて、言ったら僕の個人としてやってたアカウントとは別にアトモスの宣伝用としてのスタッフを立てるっていう中で、まあ僕もそれいたんですよ。で女の子が3人だか2人だかになって、でじゃあフェ
えたり減ったりしてたんですけど、僕ともう一人男の子もいて、ちょっとかっこいいねハーフの男の子とかいてっていうので、オフィシャルスタッフでっていうやってたんですよ。でやってて、そこから本当僕ありがたいことにアトモス TV でメインがっつりやらせてもらってたので、露出が多い分フォロワー数ギューンって上がってっちゃうんですよ。でまあ最高1万8000ぐらいまでいったんですね。いやありがたいことに。でそうなってきた時にトップがそのオフィシャルスタッフっていうくくりのトップが1万8000人で、他が正直あんま伸びなかったんですよ。なぜかっていうと、やっぱりメディアの露出がないから、やっぱインスタグラムだけでの活動しかないし、あとはやっぱそれぞれ働いてるから、あんまり更新頻度もなかなかっていうところで、そうなってきた時にいやこれはちょっと YouTube で少しずつ露出していった方がいいって話から、いろいろとそっからヨッピーちゃんといろいろと動画上で絡むっていうことが多くなってってっていう感じですね。でもそんな僕の記憶が確かならば、あの加賀たけしみたいになりました、ね、料理の鉄人みたいな、分かれてるのかな結構前ですけどね僕の記憶が確かならば、はい、そこまでがっつり絡んでない。ああそうなんですね。そうそう、スニーカーっていう男の畑で、はい、やっぱりあんな可愛らしいね、女性の方がこうしっかり顔を出した上で告知したりだとかっていうのは、いいですよね。そうですね、なんかこう花があって、花がそうそうですね、うん、いいかなと思いますけど、どういう質問でしたっけ。そんな質問でしたで、僕ね、その、まあ、アトモス TV への道っていうのを一番やってまして、はい、アトモス TV への道、はい、いわゆる YouTube さん出てらっしゃるじゃないですか。アトモス TV に、そうそうそう、いつか出たいなと、うん、ヨッピさんと絡んでみたいなと。え、なんか絡んでますよね結構。僕のチャンネルなので、はいはい、アトモス TV で、そうですね、何ができるかなっていうのを考えてるんですよ。いろいろこうやってはいるんですけど。あ、じゃあちょっと聞かせてください、聞かせて、はい、なんか そういうなんか算段があるんですか。こう、そう、だからこんな企画でどうですかっていうのを、まあやったのは ABC 松野が、実はね、直近の決算ですごく数字が良かったんですよ。ABC 松田さんがスニーカー売れてると、はい、なんでこれが売れてるかというのを検証したところ、うん、ある全く関係ない業界も同じ動きをして今年最高益を出したんですよ。え、ここに関連性があるんじゃないかっていうことで、なるほど、これは同じ氷としてアトモスさんのね、結果なぜ相関関係あるかっていうのをね、うん、知りたいんじゃないですかっていう。なるほど、これ話しますよっていうのを。あ、ちょっとそれ動画で話してました。動画しました。あ、そうだ、はい、なんか聞いたことある。そうそうそう、そうそうか、動画で話したのか。そう、どうですかみたいな感じでアトモさんにこうアピールしてるんですけど、はいはいはい、なかなかね。なるほどね、まあ、いわゆる他の方たちは、うん、なんだ、エアマックスとかね、そういうの出てきて、はい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 、花ちゃんとかスタイリングとかね、まあ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 、ありますけど、うん、まあ確かにこんなおじさんをいろんなところで何があるんだと思うと、どういう出方があるんだろうなと。だし多分アトモスさん側でもいろいろこの人っていう選び方が多分あると思うんですよ。まあ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 、ね、それこそ登録者数だとか、うんうんうん、まあ、そういうのどうやってんのかな。なるほど、元、まあ、アトモス TV メイン MC。 そう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 、まあ、そんなこと話せないでしょうけどどうだろうな、うん、僕がやってた時よりもまた違った感覚っていうのもあるかもしれないんで、うん、本当に一概には言ってないんですけど、はい、でも僕がちょっと、まあ、アドバイスね、やかましい話になりますけど、はい、先生がね、はい、どうやったらアトモス TV にメイン止まる、はい、そして出演するっていうふうになるかというと、うん、コレクションを見せましょう。それだけ。ああ、なるほど。例えばですけど、うん、僕のお知り合いでね、はい、あの、土屋さんっていう方がいて、はい、土屋さんがですね、エアマックス TV か、の企画で出たわけですよ。はい、土屋さん、まあちょっと、ね、年齢の話するのちょっと失礼な話かもしれないですけども、ちょっとまあ、僕よりもだいぶ先輩の方で。でも、なんでその人が取り上げられたかっていうと、もちろんね、マスターオブエアっていう企画、はいはい、まあ僕もね、ちょっと携わった部分もあるんですけども、その方もマスターオブエアっていう称号をもらってるっていうのもあるかもしれないですけど、ただただ圧巻だったと。うん、すごいっすよね。うん、とてつもない、もう4桁あるんじゃないですか。ああ、でもあるでしょうね。うん、いや、えぐいくらいあるんで、やっぱそこが一番手っ取り早いかも。まあそうですね。ただ、結局それって、エアマックス TV っていう企画が載ってるから、土屋さんが選ばれたっていうパターンがあります。でも、多分ダンクっすよね。ダンクですね。ダンクでピックされるのは、アトモスはちょっと今のところの企画でいくとですよ。これからどうなるかわかんないんですけど、ちょっと今のところ考えにくいと。そうですね。ごめんなさいね、すげえやかましい言い方しちゃいますけど、アプローチの仕方は僕はおもろいと思ったんですよ。僕は単純に知りたいし。今、ね、はいはいはい、おっしゃってた。はいはい、ただ、うん、アトモス TV で、のフィルターをかけたときに、うん、あんまりこう、まあそうですよね、っていうのが、そうですよね。思っちゃいました。ごめんなさい。そうですよね。うん、いや、だと思います。実際、そう、かなとは。ですから、やっぱ、純粋にこんだけ靴持ってるとか、こ、うん、っちの方が、スニーカーですよね、だからね、うん。いいのかなって思っちゃいましたね。なるほど。
だからまあまあまあ、うん、でも先生以外にも多分アトモス TV 出たいっていう人もいらっしゃると思いますし、はい、でもだってこんなこと言うのもあれですけど、うん、10万人行きましたからね。ああそうですよね。そうなんですよ。だから、ね、僕もだから10万人を皮切りに呼ばれない可能性もあるから、ね、いや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 怖いなと思って。いや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 でもアトモス TV は結局個人チャンネルじゃないですか、はい、やっぱ会社のチャンネルなんで、はいはい、アトモスっていうのがバックにあるっていう、まあ、言い方変ですけど、はい、そういうのがあるチャンネルなんで、やっぱそういった線引きは少なからずあると思います、はい、どういう風なのがでは分かんないですよ、僕全然分かんないですけど、なんか少なからずそういったのは出るタイミングで、例えばじゃあナイキ、エアマックス、ダンク、ジョーダン、それに詳しい人、ないしはコレクターの人たちっていう企画が載った時にはもしかしたら選択肢として出るかもしれないっていう。あとは、だからそこに企画とバチッとハマったらいいですけど。ああ、そうですよね。だから僕はやっぱアトモス TV には逆にそれできないと思うんで。だから僕はこういう風に先生もしっかり呼んだりとか、そういうクック君とか、スニアカナとか、ソウシ君とか、そういった人たちとしっかりこうやってできるっていうのは僕のチャンネルの強みだなというふうに思います、ね。いや、もうここに出させていただければ嬉しいんですけど、もちろんね。いや、でも、これも言ったらアトモス TV のね、道というの一歩にしましょう。そうですね、うん。決して怪しいもんじゃないということをね、理解していただければ嬉しいかなと思います。そう。だから最終的には僕もね、クック君の話になっちゃいますけど、はい、この間動画撮ったやつなんですけど、やっぱ、スニーカー YouTuber、うん、っていうかスニーカー配信者、はい、で、やっぱコミュニティ作んないとダメだと思うんですよ。あ、はい、一番それが成功してきてるのは、うん、やっぱスニーカーなんですよ。スニーカーの皆さん。それはでもコミュニティっていう言い方をしたんで言いましたけど、うん、視聴者さんとのコミュニティですよね。はい、あの人たちは。はい、いやもう爆発的に強い、うん。でも、そのコミュニティって僕が言ってるコミュニティは、うん、配信者同士でのコミュニティですよね。うん、いや、そこをもう少し強くしていくべきフェーズだと思うんですよ、次のステップとしては。はい、だからこうやって台本なしでトーク企画に参加していただきます。あ、本当に。ありがとうございます。なんかだから、そう、そうなんですよ。いろんな人に絡みたいなっていうの僕もあるので、まあ、チームでやってる人はね、まあ、いいんですけど、もう個人で、ジゲさんもそうですけど、やってると、なかなかね、一人で動画撮らざるを得ないとかあるので、うん、そうそうそう。だから、まあ、こうやってね、一人で喋ってるよりも、そうやって、こうやって話すると、また違った面も見えたりとかしますし。そうっすよ。だから、はい、家でだから一人で撮ってますけど、うん、まあ寂しいっすよ。本当に。いや、気持ちわかりますよ。ね、うん、いや、でもリビングで撮ってるんですけど、急に嫁がバッと上げて、バタッとしてくれる。ああ、切ないな。ああ、切ないな。そうなんだ。はい、ということでですね、スニーカー新藤さん、ありがとうございました。ああ、本当にありがとうございました。はい、もう何やかんや1時間ぐらいでした。マジですか？えげつないぐらいでした。時が経つの早いですね。楽しかったっすよ、普通に。いや、本当にね、こうやってね、ちゃんと話す。確かに。それはね、僕も思いまして、うん、なんか、最初、こんなこと言うの すごい失礼かもしれないですけど、ちょっと、先生と何話そうかな、ちょっと、ちょっと思ってたんですよ。どうしよっかなみたいな。何の話しよっかなみたいな。いや、もう気づいたらもう1時間。がっつり話したということでございますけれどもですね。まあ引き続き何卒よろしくお願いしますということで。よろしくお願いします。うん。まあこんな感じで終わっちゃいます。はい。そんな感じでやらせていただくって感じなんですけども、ぜひね、スニーカー新藤さんの YouTube チャンネル、僕のチャンネルを見てくださってる方、多分登録されてる方多いと思うんですけども、まだ登録されてないっていう方はかなり面白いので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。冒頭でもね、少しお話しましたが、あとはこの動画どのタイミングが上がってるかわかりませんけども、スニーカー新藤さんの T シャツ、受注販売するっていうことなので、そちらの方もですね、続報までというような感じでございますので、よろしくお願いします。おもろかったんで、ちょっとまたタイミングでやりましょう。あ、ぜひ、よろしく。ちなみに、クック君と、はい、今度、ゲーム企画をちょっと企てますので、なるほど、はい。はい。ゲーム好きですか？ゲーム好きです。ちなみに、好きなゲームは？ゲームは、スト2です。古いでしょ？いやいやいや。スーパーファミコンですよ。スト2、いや、僕もやってましたよ。スト2何ですか？スト2は、最後はターボです。ターボですよ。ターボだとキャミーとかですね。キャミーとかそうです。うわー懐かしい。スパイラルアローですね。とかセクシーでね。ね、もう食い込みすぎてる。スーパーファミコンのビット数だから、まだギリやってる。ストリートファイター今6で、多分確かに今キャミーいるのかな。いやもうあんなん18禁ですから。そうっすよ。あんなんもう、えぐい。ゲーム、もし企画があって、で、それがうまいこと、いいコンテンツになりそうだったら、ちょっとお呼びさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。スニーカーシューズさん。はい、ありがとうございました。